全国屈指のスポーツ強豪校聖徳学院高校、ある日突然時空を超える。俺たちが今いるのは戦国時代。お主らはどこから来た？おとなしくいたぜ。桶狭間の戦いの合戦の直前だと。桶狭間の戦いってなんだっけ？人質軍は先の世から来たと申していた。連れ去られたお主らの方はまるで砦に囚われたようじゃ。お主らが先陣を務めよ。まるで砦を攻めるのじゃ。は？織田信長の砦を攻めるなんて無茶だ。戦国時代はアメフトもボクシングも野球もない。狙うのも困難。その隙をついて一気に仲間を奪い返す。いくぞ。戦略ってのは筋肉よりこっち。お前たちを変える先はただの闇だ。どこが来た？仲間を救い出したい。ならばその道を進め。この国の歴史はどうなる？元には戻らないよね。叫ぶぜ。わしはどうなったんじゃ。歴史が変わっちゃう。俺たちが戻る未来がなくなっちゃうんだよ。ブレイブ群青戦記。